はい、どうも。ではね、再開していきましょう。スプラトゥーンやっていきましょうかね。今ね、たまたまなんですけど、11時の、昼前の11時更新でね、ガチマッチのエリアが変わったと。ほんと久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいかな、に、あそこ。箱フグだっけ？倉庫みたいなとこ？箱フグ倉庫。これね、かなり久しぶりです。あ、そっかそっか、こんなコースあったなと思ってね。じゃあこれ、楽しみですね。結構勝率高かった気がするんですけどね。箱フグ楽しみ、ほんと楽しみ。はい、じゃあやっていきましょう。箱フグ楽しみって言ってんのにね、こっちが出ましたね。はい、じゃあ見ていきましょうかね。ローラ1と結構銃か、若葉、これ若葉シューターかなんかか。普通の淡々とした銃が相手多かったですね。あ、ガチエリアだ。さっきまで矢倉だったんですけどね。あ、やべやべやべ、下手くそやべやべ、集中力が全然なかったですね。今全然違うとこ向いてたな。あー届くか。あー、まあまあ、バレバレやもんな。スーパーショットがあることを覚えとこう。スーパーショットね、一発は死ぬのはまあいいとして、二発目以降はちょっとね。よし、場所確認しないとな。お、あららら、なんだっけこの武器。あれ、スプラッシュ、あ、スプラッシュ、これか、これが多いんだ、銃のやつは。あ、マジか、またスーパーショット。2回目はないっつってたのに。あとまあラスト1、2発来るかな。またスーパーショット。よし、おっしゃー、あー、マジか、3人も上がってきた。やばいやばい、エリア占拠されてますね。あー、またか、ここでやたらやられんな。あそこで隠れてるやつがいるんやろな、壁際で。やばいな、これ負けちゃう。おっしゃー、あ、マジか、なんかすごいな。キレッキレやな、みんな。やばいやばいやばい、ボロ負けじゃないですか今回。なんかキレッキレやったな。前のみになってすごい攻撃してきましたね。うん、負けちゃったよ。
まあスーパーショットね、4の7 すげえ足引っ張ってる。こっちが444ですもんね、下がね。一番 A プラスの人優秀だったのにな。あ、 A が多かったんだ。まあ全体的にあっちがランクが高かったのもあるんだな。はい、じゃあまあ連続でいきましょうかね。まあこういう試合の時ってね、バッとみんな引くんでね負けた人はイライラするしね、そんな感じで同じ人たちと戦うことってあんまなくなりますもんね。そっか、あの A とか A ぐらいの人たちってあんまりとどまらないのかな。すぐ場所変えたりするのかな。人によるっちゃよるんでしょうけど、あんま長居するとこあんま見ないですね。攻略パターンみたいな感じになってるのかな。はい、じゃあ行きましょう。あ、ちなみにね、フレンド募集中です。さっきの動画でもアップしたんですけど、フレンド普通にね、登録ねしますんで。あ、やべ、よし、あれ9番ボムでやられた。まあ、大丈夫と思ったんですけどね。つーかやばい、割とねここ得意なんですけどね得意だった1ヶ月前は。変わってないんでね、ガチエリア。あそこがうざいな、スパショがいいぞこの人にやられてばっかやな。よしよしよし、こっからこの上があんまり意味をなさなかったな。ここいつもねこんな感じでポンポンと。もうちょいで勝てる。あー、マジで通過広、9番ボムこいつさっきから超やられてる、同じ人にばっかやられてんなここ濡らして、あー引かなかった。おい、あそこかいそっちか、くっそ負けんぞ。あーマジで流れでも当たったし、いやー、桃太郎さんいるじゃないですかうわー、びちょびちょになった。あー、マジか、一発でいかないとね、この人に5杯、5、6杯してますね、もうね、足引っ張りようがあーマジでまたあいつちゃうかし、伏見さん伏見さんにも7杯ぐらいしてますね、やばすいません、下手くそなとこ見せてすいません。回り込む、おっしゃラッキー、これ上だ、おっしゃここってルートないよね、おっしゃ勝った、よかった
超足引っ張ってましたよね。2の、違う、2じゃない。な、5の10。5の10、予想。5の10。5の10。正解かな ?2 の7。2しか通してない。最後の2匹だけか。申し訳ない。大変申し訳ない。全員 B プラスなんだ。オッケーオッケー。はーい、じゃあ次の試合ね。連続で、あ、もう、いいか。場所変えよう。まあ、装備的にはどうなんだろう。まあ、そう、武器は変わんないですけど、武器はマジ変えてないですね。あ、これレベル上げも兼ねて、ディフェンスになったら面白いな。じゃあ、こっちは、まあ、切れること多いんで。あとは、流れの速さよりも、こっちかな、パワー。ちょっとやってみようか。はい、じゃあ、これでやっていきまーす。はい、じゃあ、明日からね、フレンドマッチみたいなのあるんで、それも楽しみですね。フレンドさん、ね、下の方書いとくんで、フレンド募集でなった方はね、一緒にやりましょうかね。裏切り行為もあるかもしれないですけど。まあ、それはね、まあ、おいおい見ていきましょうかね。はい、じゃあ、こっちが、ローラーがすごい多いですね。で、あっちが10。まあ、不利っちゃ不利ですけど、エリアが狭くなった時はフリーですね。塗ったクリで調子がいい時はいいんですけどね。こっちは。おお、いかんかったか。ああ、やべ。やばいやばい、全然追っかけ回して全然あれっていうね。そっか、なんかダメダメっすね。これはどこから来てんじゃいよ。必殺1回分ぐらいでね。そろそろ決着つかんかな。あー、もう全然一匹も殺してないもん。チャージャーが控えてるとね、冷静な。あそこを突破しないとな。あ、やべ。逃げよ、撤退。なんか終始動きが悪いな。なんやねんこいつら、ほんま。先生動き悪いわ。くそー。ああ、ここだな。チャージャーがいるんでね、あんまり。チャージャーがめっちゃ狙ってる。2発ぐらいしか打てないですね。ふぅ、こんなんで死んでばっかやな。一応占拠したんだ。あっちは
お、あぶね、あぶね、あかんわ、あいつさっから、あいつを仕留めたいけど勝負にね、勝つ方が大事なんで、勝負に勝ちたい。あ、うー、死に場所も悪いしな、全然いい働きしてないですね、やば、申し訳ない、申し訳ないけどな、ここですね、2、3輪に、まあね、前がきついローラー軍団なんでね、あ、そんなのないか、2人だけか、ダイナマト2の6、3の13、4の10全体的に死にまくりになったんだ、よくキル数がこんな多いのに最後まで持ったやっぱやっぱね、死にまくりますよね、あそこの上取った時もいい流れでいかない、チャージャーがいたらやっぱきついもんな、ね、仕留めてその後ダーンってやられるんで、はい、じゃあ行きましょう、あーくそー、いい試合全然できないな、はい、じゃあ B プラスと A マイナス、まあどっこいどっこいの試合ですね、落ちかけっていうね落ちかけ、まさかの落ちかけですね、はい、じゃあ行きましょうかね、よろしくです、悔しいな、ここは OKOK、 よし、ここは得意だったコース、ここのね、ガチヤグラはあんま好きじゃないですけど、ここのね、ガチエリアは結構ね、真ん中に貼っときゃよかったんで、またチャージャーいんのか、チャージャーにやたらやられてる気がすんな、見えてるけどな、まずこいつを仕留めといて、あれマジでなんだこいつよくめっちゃ見えてんのかな、それともなんだ何見えてんのになんで殺せないんですかね、まああれか、相手の敵フィールドが多いんだ、見えてんのにな、早っああもう全然いいとこなしですね、なんすかね、全然勝てんな、勝率データ上8割9割はここはね余裕で誇ってたんですけどね、それでも勝てんか、まあちょっと気分転換に変えましょうかね、爆発したところでしゃあないんでね、いやいやいや、なんだろう、エイム普
通に負けた時はなんで負けたっけ今の試合。はい、じゃあ見ていきましょうかね。葬式張りの暗さがねありますね暗いの。よっしゃ、はい、じゃあ同じようなメンツですね。はい、じゃあ勝ちに行きましょう。 B プラスの戦いです。まず押さえといて左のここ来るね。あ、マジでこういう状況判断が遅いな。飛べ飛べ。え、見えてた？まあまあでもあそこ行っちゃまずいよね。なんか変な音すんなーと思ったらやっぱり来たのねって感じ。よっしゃー、まず一匹いるね。飛び乗った方が攻撃しに行った方が早いな。よし、後ろから行こう。さーっと逃げました、さーっとあんまね、殺しに執着すると。おう、ね、身軽に行きました。フットワークはよく。よし、 OKOK。 はい、じゃあ次です。行きましょうかね。8月も頭ですね。はい、3-2、12の2がいいんだね。殺し屋ですね、12の2とかね。まあね、1回でも死んだら普通は終わりなんでね。なかなかね、戦争ってすごいなと思いますね、これね。死にまくってね、蘇生できないですもんね。いや当たり前やけどすごいよな、リアルな戦争。嫌やな、こういうゲームをするたびに思うな。はい、じゃあ、試合ね、まあまだ戻った、今戻ったっていうかマイナスか、プラス20なんでね、早く A とか A マイナス行きたいですね。結構割と苦手ではないんで、コース的にはいけそうな気がするんですけどね。タチウオとかだったらね、タチウオすげえ苦手で一回引退した理由がタチウオだったんですけど、でもこの間ねすげえ勝率高かったですねよくわかんないただムキになってずっとやってただけかな。よし、あーマジで必殺来てたのに。スパショ、スパショでやられる率が非常に高い。
スーパーショットはね、どうやってなんか 1,2 コマ避ければいいっては言われたんですけど、いやー、あー、さっきの人か、これすげえキル数多かった人だ。あの人が敵なんだ今回は。じゃああんまり、うやー、よっしゃー、つっても死んでた。死に場所的に悪かったいい死に場所ってありますよね、ゴキブリみたいによっしゃー、よっしゃー、勝つよ、負けてるけど勝つよ。よっしゃ、でこれを見てた後ろの人をやっつけると、あー、マジか、いい、まだ92全然やな、しかもプラス6ああ、よくなかったんや。一気にバット取りたいっすね。上いるね。ああ、マジで、ふー、やられたい放題やったな、これきついな。取るときに取っとかんかったからこんなだったのか。はい、火消し、火消し、あっち1匹おるよ。あー、マジで、うー、おー、やっつけろ、やっつけろ、おっしゃ、あー、しかも相打ち、まだか、まだまだだ、これスーパーショット後だな。あ、もうスーパーショが2、3人おんのかい。キル数めちゃくちゃ多い人か、これきついっすね。狙われたように、あー、またこいつかめっちゃこいつにしばかれんな、これきついっすね。ほらー、もうまたこいつか見てんな、キル数稼ぐののプロやな。すごいなぁ、徹底してやられますね、同じ人にね。止めて止めて、あー、ダメだ、同じ人に徹底してやられるわ。分かるんやろなぁ、倒せるって。ローラーを狙ってんのか、ローラーだったら倒せるって思ってんのかな。まあまあ、てか全員ローほとんどローラーか6の10、1の12ほらひどいわ。なんか途中で結構おせおせの時あったんですけどね、その時にポイント取れてなかったですもんね。何やったのな、あれ、前のみにキルに行き過ぎたのかな。はい、じゃあちょっと気分転換に、じゃあ次ラストしたいと思います。あんま長くやりすぎてもあれなんで、これで終わりましょうかね。
じゃあこの後お昼からね外出したいと思います。じゃあこれで終わりです。ラスト結局プラマイゼロぐらいですね。この辺なんでしょうね。まあ苦手なエリアでもないけどこんな感じか。まあね、チームプレーっていうのもあるし、それ以上にね僕が完全に足引っ張ってる部分がすげえ多いんでね。そっか、自分は得意だけど周りはもっと得意なんだそれしかないですね。はい、じゃあ行きましょう。よっしゃー。あ、マジでスパショ違うか、何、あーこれで来たんや。なんかラグみたいなあった今今見えてない瞬間にやられたけど。お、スパショの人がいる、助かります。何何今度は、またこいつか見えない間に来るな。やべえな、動き悪。またこいつなんかさっきから、あ違う別のローラーか。やたらやられまくってんな今日。ダメだ、こういう日なんですね。うえ、ボッコボコ、なんか、ボッコボコやな。こいつだよこいつ、どこ行った。うまいなうまいな、倒した、あ倒したんだ一応。あ違うか、どこだ、一応倒して相打ちだったんだ。まあでもね相打ちじゃあれはね必殺使ってるんでね、こっちが勝ちたいとこですね。おっしゃー、集中して、あーあと1しかない。あーダメだった。いやいや疲れたな、ちょっと午前中からスプラトゥーンは体力使いますね。いやー負けてばっか、ダメダメの試合多いですね。はい、残念でした。はい、じゃあ明日から頑張りたいと思います。いやー悔しいな。うだだだ、6の5、動き悪いなまあ結局0戻っちゃった。はい、じゃあ、1時間やって、上に上がって下がって終わりでしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。